久保さん今回、オオカミにしましょうか。一匹オオカミみたいな。今って、一匹オオカミでも、うん、10万人のオオカミ、クローン作れるんですよね。ただで <laughs>。だからやっぱ、昔とやっぱ違うのが、やっぱインターネットで出てきたことによって、まあ、なんだろうな、まあ、24時間稼働であの、自分の分身作れるっていう。だからこれがやっぱできたことが、まあ、特に YouTube なんか、本当に、 謙虚ですよねうんなんか自分の分身がねずっと喋ってくれるわけじゃないですか寝てても遊んでても何しててもだ昔はその一匹オオカミじゃ無理だった部分もあるかもしれないですけど今一匹狼で,で自分の飯食う分ぐらい養う自分を養う,養う分ぐらいは苦労人間作れるんで余裕だと思うんですよね まあ昔に比べたらでしょ、まあ、やらなければ全然、まあ、昔と変わんないけども、やっぱ、うーん、僕独立してもうあっという間に5年、早かったっすね。早かったけども、なんか振り返ってみると、うん、なんで一人でできるかっていうと、まあ、本当 YouTube 様々ですね。YouTube ありがとうっていうね。<laughs> YouTube、Google さんに感謝しかないですね。 うんこれからもクローン人間も量産してきますけど <laughs> もう多分ねやればやるほどどんどん楽になるだからまあ5年経ちましたけど本当ね楽になってきましたねうんだからこれからもどんどん楽になるためにっていうか楽しないとダメだと思うんですよね体力落ちるんでうんまあ筋トレすればまあまあ維持はできるけど、まあ、そうは言っても20代の勢いはねさすがに久保さんもなくなってると思うんですよね なんかあのパンチパーマ時代の自分と今、多分比べるとさすがにやっぱね、まあ、筋トレしてても、まあ落ちると思うんで、まあこれからもどんどんやっぱ体力落ちるし、死に向かって生きているので、うん、なんかね、その加藤茶さん、加藤茶さんって今何歳だ志村けんさん亡くなっちゃいましたけど、加藤、加藤、加藤茶、今何歳なんだ 79か7もう80になるんだね、まあ、加藤茶さんなんかは結構もう露骨にわかるじゃないですかなんかその昔の映像は残ってるわけでしょで昔の映像と今のその顔つき全然やっぱほんとおじいちゃんになったなっていうのがもうやっぱ分かりますよね もうほんとおじいちゃんになったなっていうのはすごく感じますねなんか昔のやっぱ映像がすごく記憶に残ってて僕が一番好きなのはあのなんだこれも結構志村けんさんが亡くなってから何回か放映されたと思うんですけどあの志村けんさんとのやり合いでその階段から落ちるシーンのやつのパクリのやつがあるんですけどあれめちゃくちゃ面白いんですよ <laughs> であん時加藤茶さんめっちゃ若いわけですよ うん今本当おじいちゃうんですよね。で、それ80だからね、<laughs> そりゃ、それはさすがにおじいちゃんなるよね、80だから。全然昔のその、あの、階段落ちる時の劇やってたときと全然違うなっていう、思いますよ。うん。だからやっぱその、肉体労働っていうのはやっぱ限界があるんで、 まあ80だから何だろうな今の,今の話からもお伝えできるのがそのまあ加藤茶さんはねまあ年取ったけどもその昔の,その,あの伝説のあれって結構伝説のコントだと思うんですね結構何回も多分放映されてると思うんででもあれってずっと残るわけですよだから死んでもずっと残るしすごないですかうんでもその僕の記憶の中ではなんだそのちょっとだけよとかね あの,なんかあの時のシーンがずっとなんか残ってるというかうーんだから映像コンテンツっていうのは本当にすごいなって文明だからその僕は車文明がこう発達していく中でいろんなものができてきた中で車ってすごいものを発明したなって僕は思うんですけどうーん動画コンテンツっていうのもすごいなと思いますね で昔はやっぱね、テレビしかできなかったことが、今はね、もう一人でできるし、しかもラン、こう、しかもね、ランニングコスト0円なんですよ。すごいないですか維持費用0。久 <laughs> 保さん、維持費用ゼロですよ。そう。ね、久保さんもね、YouTube ライブやってると思いますけど、ライブするにしてもね、0円でできるし、なんなんですかね、今ね。 本当ありがたいですよねなんか逆に言うとうんこれだけその文明が発達してその一人でね飯食っていける環境を整ってるわけなんだけどやっぱそのん旧世代の生き方というかそれをしてると多分まあ今後どんどんもっと辛くなってくると思うんですよね、まあ、逆に言うとなんだこの今の文明を使いこなしてる人はどんどん楽になるしだからまあ完全なる二極化ですよね。 うん、こう使いこなせてない人はあるんだけどねあるんだけど使いこなせてない人はもう取り残されていくと、うん、だから昔なんだろうなイメージとしてはその白力道山ですよね力道山がプロレスで白黒テレビでやってた時にテレビ視聴者でしかなかったわけじゃないですかみんなってテレビブラウン管の前に30人とか100人集まってねプロレスこう応援してたと思うんですけど もうあの時代何年前やねんって話じゃないですか。多分白黒テレビ。白黒テレビって何年前だ白黒テレビ。白黒テレビって何年前ですかね白黒テレビ。昭和28年ぐらい。今、令和ですよ。なんか、白黒テレビ、なんか昭和28年らしいっすよ。昭和二十何年とか。うん。白黒テレビ、いつ 1953年、白黒テレビの登場とテレビ放送の開始、1953年でしょ今、2022年でしょだから、もう70年前ぐらいですよ <laughs>。70年経ってんですよ。え、70年前と変わらなかったらやばないですかえ、でも、あの、発信、今、YouTube 使って発信してないってことは、70年前に白黒テレビ見てる側と一緒ってことですよ。 70年間変わってないみたいなね。古 <laughs> さん、これやばないですか考えると。70年の歴史で、まあ文明は変わったし、テクノロジーは変わったんだけど、70年前やってることと今やってること変わんないみたいな。YouTube を見てる側、見てる側、テレビを見てる側ですよね。うん、それは、それはまあ、二極化になりますよ。それは。 だかららでもね、こんだけ僕はね、久保さんとか僕がこんだけ言ってもね、やっぱやらないんですよ、ほとんどの人は。だからラッキーなんですよね、逆に言うと。だから、いくら言ってもやっぱやんないんで、うん、だからまあ逆に言うと、やってるやつが勝てるっていう <laughs>、本当に真面目にというか、ちゃんとやってるやつが勝てるっていうか、うん、やれば勝てるっていうね。 なんか久保さんのなんかチャンネルでなんかね、でも熟成さんかなんかがわかんないですけど、サラリーマンなんちゃらっていうのをなんか紹介してて、ちょっと見たんですけど、チャンネル登録千人いったっぽいですね。なんか、紹介してましたけど。まあ、結局やったもん勝ちだなっていう。サラリーマン、なんでしたっけ。サラリーマン、あ、SYJ 企画チャンネル登録千人突破っていう。この サラリーマンユーチューバー j さんですかチャンネル登録1000人いってますね。そう。うん。まあ、やったもがちっすね。<laughs> やったもがち、本んに。でも、やらないからやったもがちっていう話ですね。うん。マジありがたいっすね。ほんと Google ありがとうって感じっすね。Google なかったら僕生きていけないっすよ。ほんとに。 Google なかったら生きていけないなぁ。ほんと、o g l e ありがとうですよ。久保さんも Google なかったらきつないですか、今。マジで。Gmail とかもね。うん、まあ、昔 Yahoo メールありましたけど。 今もう Gmail と、ね、Google マップとか YouTube とか Google Earth とか Google なんだもうとりあえずもう Google ですよね <laughs> 検索エンジンも Google だしうーんうすごい時代ですよ今はうんとあの狼1匹狼で勝て,る勝てますからね 本当にマジで。てか、一匹狼の方が逆に僕最強なんじゃないかなと思うんですよね。うん。そう。なんだろうな、あの、ぶっちゃけですよ、ぶっちゃけ、あの、久保さんが今死んだとしても、速乾塾のお問い合わせ来るでしょ、過去動画から。どうすか <laughs>。久保さん死んでんだけど、即下塾入りたいんですけどって、来そうですよね。来ますよね。 <laughs> だってあそこに、あそっか塾の音屋さえメールアドレス載せ,せてるからね。すごいですよね。<laughs> 死んでも来るっていうね <laughs>。死んでも入りたいんですけど <laughs>、みたいな <laughs>。はい。狼で語てます。いってらっしゃい。